ズが16日放送のバズリズム02に出演した。お前のここが可愛いぜ。座談会と題してトークを展開し、メンバー同士のプライベートを明かした。ジェシーが京本大我について、小学生見た、稲パンツを履いてて可愛いぜ。と暴露。京本はプーさんなど、キャラクターもののパンツを着用しており、ディズニー系めちゃくちゃ集めてるのと、大穴でピカチュウ。今日だ。という時にそ、レを取ると明かした。他にも動物が、たくさんプリントされたパンツも着用し、この日もし、マウマが50匹ぐらいプリントされたパンツを着用していた。ディズニーのパンツを着用するようになった理由について、親がディズニーランドに行った時にお土産で買ってきてくれる。パンツと靴下を自分で買ったことがない。そういうものを履いてると、もらうも、のも可愛いものが増えてくる。ジェシーから、父の京本政樹さんはどうなの?と質問されると、知らんわ。と突っ込んでいた。